女性枠もダメだって、えー、なんかさ、インスタのストーリーでね、さっき、本当に3分ぐらい前かな、5分、3分、5分ぐらい前に、あの、卒業公演の到落どうだったかなってあの、ストーリー上げてあの、ファンの人がそのストーリーに答えられるようにする機能の質問コーナーみたいなやつ、設置したんだけど。 そう外れてる方は意外と多くて超悲しいんだけどどうしたらいいちょっと誰か譲ってよ <laughs> 私推しの人に譲ってほしいなヒゲじいしんちゃん先生さんありがとうございます卒業公演っていうかさ劇場の劇場公演自体さめちゃめちゃ倍率高いじゃん。 何人に1人あれ当たるの?「推し登録がちゃまだったら大体当選だよね」そうそうなんだけど私推し登録にやってたのにっていう人もあの落ちた人もね割といてそう超悲しい手紙送ったよだって「ありがとう読みます」えっと卒業公演の日に受け取れるので卒業公演の日に受け取ります。 そ,うそれ以降は卒業公演超えてからはあの ING の方に I&E ビルの方に私の事務所に私宛てで送ってもらえたら受け取れますこんばんはうんほうほうさりあとありがとう,ありがとうだってありがとうの花ありがとうございますそう最近は暇さえあればのどあを舐めるようにしてます 喉をあの痛めないようにっていうのもだしそうあとはね普通にお腹ついた時にのだめとか舐めてちょっと甘いの感じるからそういったお腹を満たしてますティンさんもあ「ありがとう」の花ありがとうございます嬉しいねそうもう卒業公演まであと3日 えちょっと待って <laughs> 3日やばくない待って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 日月火、え待って3日だよえ待って待って待ってしまくら千代子ちょっと待ってどうえあと3回寝たらだよ今日含めなかったらあと2回寝たら本番えやばい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 っていうのがやばいんですけど 大変まだ手紙書いてないだって書いて早く書いてカウントダウンしてるだって嬉しいあ、ツイッター見てるよ今日の生写真平屋とすごい双子だったえー、本当嬉しいあ、初見の方じゃんありがとうございますそう、すいませんねすっぴんで生写真買ったよーだってありがとうございます そうえあの生写真私欲しいんだけどさ <laughs> 誰か送ってくんない <laughs> あの送ってくんない私に <laughs> あれさ買おうと思ったの自分でそしたらなんか登録めっちゃあってそうえめっちゃ登録するんだと思って買うのにはそうあの最後の生写真欲しいと思ってあのピンクと黒っぽいやつ 生写真分かった送るわだってえー送って <laughs> 送ってって言っちゃダメだけど欲しい <laughs> あれ欲しい最後に普通にあの実家に飾る <laughs> 漏れてたしそうめっちゃ大変だねあの買うのにも登録とか事務所に送るねだって嬉しいマネージャーさんにやってきます 私の生写真が送られてくるので撮っといてくださいって <laughs> じゃあすぐ LINE するわ DMM のリバイバル見てるよーだって嬉しいそうリバイバルね何にしようかめっちゃ悩んだんですよそうそうリバイバルね何にするかめっちゃ悩んでどうしようと思ったのでなんか あのこの出た日がこれとこれとこれでこれでわみたいな今まで出演したやつをブワーって送られてきてでその中から78ぐらいぐらい選んだんだけどそうそ選んだ基準としては。 まずは昔の17人18人16人とか立ってた時代の公演は絶対出たくて初期の時の公演とあとデビューした時もあったかなとあとは2人公演の時あのソーシャルディスタンス公演の時の,あの元の私が持ってるポジションの方とハッツと出た時にもう一つのポジションの方ができたんですけど。 その時のやつとあと卒業発表した日とかあと生誕祭の日とかそうあとちょいちょいなんかちあと B 公演初日の日とかそうもうね昔さ幼すぎて自分も私もあの昨日の夜一瞬見たんですよリバイバル配信のその初期の頃のやつ。 もうさ誰って感じだって中学2年生とかだったからさ「誰?」みたいになっててそうそうそれでいつの公演だったかみんなそういつの公演だったかみんなに聞いたのよそうだから日付とやった公演名しか書いてなくてどのポジションっていうのもまでは書いてないからささすがにだから私っていつ茶巻と水鏡したんだっけと思ってみんなに聞きました 卒業公演当たりました直接お見送りに行くねだってえー、ありがとうございます嬉しいねありがとう藤園レイ生誕祭のれいちゃんもが可愛いなってもう昔すぎて超恥ずかったの本当は選びたか選びたくなかったぐらい昔のはでもあの選びました、まあ、やっぱファンの人は嬉しいかなと思ってそれも,もう見れないじゃんだから選びました そう中学2年生だしさ初期の頃ってダンス超下手じゃんもうダブルでやばくてそうちょっと恥ずかしかったんですけど選びましたねそう私が個人的に漏れた公演の日だなっていうのはまず卒業発表する日はめちゃめちゃ漏れてたのそうなんかわかんないんだけどそう なんででてたかか自分でも分かんか別になんかすごい痩せてたわけでもないんだけどどっちかって言ったらちょっとプクってしてるのかなあの時はそうなんか別にダイエットめっちゃまあちょっと食事とか気をつけてたけど公園があるからさでもなんかがっつりダイエットみたいなまあ、やってなかったし普通普通ぐらいいつもの普通ぐらいだったからまあちょっと普通だからさ そうなんか自分で漏れに行こうって思ってやってなかったんだけどそうなんか漏れてたあとはチーム B の、あのー、全部出演できた時の日そう完走した時のやつが漏れてるこの2つの公演が漏れてるからそうだしどっちも大切な日だったから入れたくてそう卒業公演までねちょっと。 あと2日で明日はふわむらさんがあるので皆さん待ってます結構来てくださる方多いと思いますけど待ってますね皆さんお洋服どうしよう明日って雨んんちゃん先生さんありがとうございますあそうあとなんか明日来てくださる方にお知らせなんですけどあの5分ぐらい入場するのが早まったみたいで。 そう入場開始が5分10分ぐらい早くなったみたいなので皆さん是非ちょっと早めに気持ち早めにっていうかその10分ぐらい早く来てもらえたら早く入れるみたいなので早く早く来てください早く来てください早めに来てねってあの公式ツイッターに書いてたので不安無駄のなのでああと思ってみんな早く来てねっていう5分10分ぐらい早くね なってましてねこんばんは明日服どうしよう何がいいかな早めに行くよだって嬉しい最前列で見るよだって嬉しいねありがとうございます最前列ってことはめっちゃ受付じゃないやチケット取るの早かったんじゃない明日は曇りかなだって曇りか寒いかな なんかさあそこのあのところそのフワムダのさ見るなんかイベント会場さ結構その寒いのよ寒いっていうか普通にひんやり外の気温とあんまり変わんないからみんなもねもしあした外が寒かったら外でも行けるぐらいな外で立ってられるぐらいの服装がいいと思います。 0秒で撮っただって優先入場ああそういうことねありがとうございます嬉しいねね卒業公演の日もしかしたら雨かもみたいな天気私最近さ朝ウォーキング行ったりとかさ夜もだけど、まあ、夜は一回しか行ったことないんだけど昨日夜初めて行ったのそう昨日の朝が 雨だったからそう外に出られなくて夜にウォーキングっていうか昨日はランニングしたんですよがっつりジョギングかな軽く走ったんですけどそう意外といけたそうよかったですそうで今日も午前中雨降っててで今日は自主練に行ったからその、あのー、なんだっけ 自主練の時に。あの腹筋。とかいろいろストレッチ多めにやったか、やったんだけど。ちょっとね、夜。結構食べちゃったから。今からウォーキングに行こうかななんて思ってるんですけど、ちょっと寒いよね。スイカ筋トレするか。しずく。 公園の日で雨ならだってえでも八人公園は直角サンシャインやらないのよそう雨降っててもだからね雨でもいいあでも静公園は雨の日がいいのみんなでも雨でも何もやんないよ <laughs> 雨も配らないしありがとうだってありがとうギフトあんちゃんありがとうございますそう 雨ななのかな、えー、みんな当たったのかな当たりました公園当たりましたかね。卒業ドレスみんな楽しみにしててください作ってくださいましたおされさんが嬉しいなんか思ったよりも。 思っったた倍ぐらい可愛くてっくてびりしましまそう私が結構そのドレスの丈とかも言わなければあの形ドレスの形も言わなければなんか詳しいことを本当に言ってなくて「なんか二の腕隠したいです」とかも全然言ってないし「なんかスカートだけ長めがいいです」とか「短めがいいです」とかも何も言ってなかったからさそうでなんか雰囲,気雰囲気っていうか普通に「これで!」 っていうなんかイメ,ージ図イメージのやつがあってポンってそれだけ言ったんですよで「なんかドレスだけとかどうしますか?」って聞かれてでもやっぱ自分でこうしたいっていうよりもなんかやっぱ衣装さんがこれ似合うなって思うような形がいいなと思ったから本当に衣装さんに全任せで似合うように作ってくださったら嬉しいですって言ってでこの間試着っていうかフィッティング。 そうサイズ大丈夫かなーとかそうあと実際に見たりとか素材とか見たりとかしてああってなる時があるんですけどそうえもうね思ったそう私が全然何もやってなかったからあそう最初はなんか全任せにした方がいいかなと思ったの。でもなんかいろんな人のさ卒業ドレスを見ていく中でとかなんか卒業 していくメンバーさんにえ「ドレスどんな風に言いましたか?」みたいな聞いたら結構みんなしっかり言ってたの。なんかじゃ例えば二の腕隠したいですとか「あの肩のやつふんわりさせたいです」とか「ドレスの丈は長いのがいいです」とかそうみんな結構ちゃんと言ったよみたいな言っててでも私ってこれがいいこ,こんなあんな感じでみたいな本当にニュアンスでしか言ってないし色も。 その大まかでしか言ってないからそう、その,他のメンバーのことを聞いてあ私これなんか出来上がった時に自分と思ってるのが,が来てもおかしくないなと思ったの聞いた瞬間にでも。でもドレス見た瞬間超可愛くてそうもう私の思った通りだったし思った以上に可愛くてこんなに可愛く仕上げてくださるんだと思ったらめっちゃ嬉しかったです。 そうれしドレス楽しみにしててくださいなんか私っぽいってなり,なりそうなんか私っぽいってなればいいなと思いますねそう私っぽいって思ってもらえたら嬉しいですね <laughs> 3回ぐらい言ったレイちゃんっぽいなってなんか私っぽいって難しいかもしれないけどああ結局レイちゃんっぽいねみたいななったら嬉しいな まあ可愛くめっっちゃ仕上がってますなんか私に似合ってた <laughs> 自分で言うのもだけどなんか私に似合ってるなって自分で思いましたなんかあんまりさ私服とかも「あこれ私にめっちゃぴったり」とかあんまり思わないんだけどあ服が可愛いなみたいな自分に合ってるとかじゃなくて服が可愛いみたいなそうなんですけど。 あれは私に似合ってるっててる思いました自己紹介の時客席全員ペコリをステージからレイちゃまもおじぎしないで見てほしい最後ええー、見ます最後気をつけレイ私しませんみんなの頭皮って頭皮を見てます <laughs> 頭皮を見てます 楽しみ <laughs> 卒業公園なんか楽しみですねなんか私楽しみがめっちゃ変わってるかもなんかそういい意味でねめちゃめちゃいい意味で楽しみがめっちゃ勝ってるあと2日みたいな。 でも日がなんかあと2週間とかあと1週間とかあと4日とかぐらいまではずっとなんかウキウキしてたのあ卒業公演超楽しみみたいなみんなに久しぶりに会えるの楽しみだなーみたいな友達に見てもらうの楽しみだなーみたいな感じで「イェイイェイエイェイ!」ってハイな感じだったんだけど今普通あと3日後やんってなった時になんかちょっと。 なんか「はい」じゃなくて寂しさが出てきましたちょっとステージさ私幕開いた瞬間泣くかもかでもさ最初は普通の公演じゃん最初の普通の公演は楽しむ普通にもう最後だと思って「言い訳名誉踊るもん最後だ!」と思いながら「全部最後だこの振りもん!」と思いながら踊るねそうだから超疲れても頑張れるやん で、それはよくて、もう卒業ブロック問題今日もさ練習してたわけよ卒業ブロックの歌をねそうでコメントとか考えたりするじゃあ何言おうかなーみたいなもうそれ考えながら超涙そうそうなのよそうなんかさ卒業めっちゃ実感してるのね私意外と。 なんかさ結構みんなさ「卒業全然実感ない」とか言うけどさ私結構卒業実感してるのねそう結構なんか卒業実感させてくださったタイミングがあって、まあ、まずなんかその明日のイベントとかもそうだけどなんかその「れいちゃん卒業イエーイ!」みたいな感じで明日もしてくださるのなんとでそこでもすごい実感するしあとはね何と言ってもその新曲のレッスンに参加しない公演で披露する。 そ,うそれにあの、まあ、言ったけどあの結局私公演さ卒業も以降出ないからさもちろんその来なくてよかったですみたいな事件あったじゃんそれであ私でも本当に卒業するんだってそこでめっちゃ実感したのねそうだから私割と早い段階で卒業あの、ね、自覚してたわ今すっぴんだってそうだよん結構割と早めに自覚できてました アンコール後は涙だろうねいやーそうだよでもさ割とさパフォーマンスしてる時ってさポン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 って曲が行くからさで,でも泣くかなでも確かに曲中とか泣いちゃうかもでもメイク落ちないように泣きたくないの私泣きたいんだけどないすっぴんだったらめっちゃ泣くよ公園で。 でもさ、メイク落としたくないのよだって終わった後に写真超盛りたいからさ人生で最後だしそうだから超盛りたいから泣きたくないのよだから泣かせないでほしいです <laughs> 泣きそうになったら「ハハーン!」って笑うねスピーチの時 <laughs> 超サイコ最バス何とかでしたなん <laughs> 何とか何とかで言って <laughs> めちゃめちゃ彼女のあたりは危ないと思うだから彼女の時は自分卒業しないと思うあ今日誰かの卒業公演だなーと思いながらやりますあ危ない今卒業公演でさ披露するさ曲歌おうとするとこだった無意識にあ危な危な え、マジ危ないえほんとに危ない今歌おうとしちゃった危な歌わなくてよかったセーフみんな楽しみにしといてください卒業公演楽しみ卒業公演 でもさ卒業公演終わってさすぐ私バカ食いしようと思ったのバカ食いじゃないや爆食いかバカ食いって何爆食いしようって思ってたのもう卒業公演終わってすぐにご飯屋さんに駆け込んでもうお肉とかお寿司とかもう唐揚げとかたくさん食べてでその後にデザートとか食べてで帰って でまたお家でアイスとか食べてで夜にお腹空すいたらラーメン食べて寝るとかそんぐらいバード、えー、とえだったんですよでも卒業公演終わってからもうちょっとさ太れない事情があってそう太れないのだからあんまり食べるけどそんなラーメンとかはやめようかなって思いました。 ゲスト登場もなくねだってえ、ゲストさあの私呼ばないんですよえわかんないもしかしたらもしかしたらめっちゃサプライズとかであるかもしれないかも絶対ないけど <laughs> 絶対ないけどあの私が知ってるのはゲストはあの来る予定ないです でも公演メンバーに自分のね仲いいメンバーも呼べたから呼んで出演してくれるっていうことになったからそう誰も来ないんですよえどうしようこれでさサプライズとかでさ来たら超嬉しいそれは嬉しいけどね山田七海さんが来てくれたらうしいなっていやーそれはめっちゃ嬉しいよもちろんでもさ 私ごとときで来ないと思い思ますよだって多分スタッフさんさそもそも私と菜波さんがなんか仲いいっていうかさなんかあんまり知らないと思うあの子あの子は来るでしょだってえー、本当に私ゲストで呼んでない本当に本当に本当に呼んでないマジで呼んでないこれなんか驚かすとかじゃなくて あの台本にあるから言えないとかじゃなくて本当に私読んでないだからもしゲスト来たら私本当にサプライズだと思って欲しいんです本当に知らない知らないっていうか俺来ないと思うよ誰もステージに上がる人いないと思うそうもう普通に公演メンバーにシークレットゲストいるんですかねいやいないと思うないないと思うシークレットゲスト てかさ前髪さちょっと切りすぎたんですよでさ私な長くしたくてなんか自分の,あの前髪もれるやあ,のあれがこのこれよりあと0 5ミリぐらい長いんですねこんぐらいちょっとまつげにかかるなーぐらいが一番もれるのでちょっと切りすぎちゃったから私まつげ美容液あるじゃんそれをねこの前髪の頭皮に今めっちゃ塗ってるの。 そとね、伸びたちょっと本当に0.2とかだけどそうまつ毛美容液頭皮に塗ってる今あと3日で伸びるかもそうワンチャン伸びる毎日まつ毛美容液塗ったらそう明日さちゃんと髪の毛セットするじゃんその時に前髪どんぐらいかあと写真盛れるかっていうので美容液の量をあの増やしたり減らしたり したいいと思いますそうじゃあ明日皆さんよろしくお願いします。来てくださる方。前髪は自分で切切るうん、うん美容室さんででりますでもね伸びたらね自分で切っちゃうけれどお仕事とかでどうしても切りたいとか思った時は自分で切っちゃうけど基本は美容室にお願いしてます。13位あそうだ SNS についてなんですけどあの。 755と,、えっとショールームは消しちゃいますでえっとなんだっけツイッターとインスタと TikTok この3つは残しておきますイエーイこの3つは残しておきますでもその卒業して、あのー、からはその更新頻度とかは もう今よりもね本当に週1回も投稿しないとか月1回も投稿しないとか全然ありえるのありえるんですけどフォローは外さないでもらいたいですはいじゃあ TikTok 残しますもうあんなに成長したからさ TikTok もう普通に3000人とか1万人とかだったらもう消してたけど3万人は大きいので残しときますでもショールームと755は消しちゃいます 話ですそうだからやるとしたら TikTok ライブがあるから TikTok ライブを暇な TikTok ライブもしかしたら結構するかも結構って言ったらあれだけど3ヶ月に1回とかもしかしたらするかもしれないですなので見てくださいそうなのでえっとショールームショールームはあのやっていい期間が決まってるのでまた詳しいことが分かったらまたすぐにね 卒業公演の前の日ぐらいまでにはえっと何時にショールームしますっていうのは報告したいなと思ってるのでチェックしてみてくださいじゃあまたお会いしましょうじゃあ13位から13位ケンジさんありがとうございます12位天使閣さんありがとうございます11位アンジュヨンカムパンガットさんありがとうございます 10位はベベモンさんありがとうございます9位はセッキーさんありがとうございます8位は幻さんありがとうございます7位はハウさんありがとうございます6位は吉本レッツさんありがとうございます5位は YSA のノサさんありがとうございます4位はゆきたんさんありがとうございます3位はライムさんありがとうございます2位はクリーニングエさんありがとうございます1位はフゥフゥさんですありがとうございますじゃあ明日来てくださる方明日お会いしましょう で卒業公演来てくださる方は卒業公演でお会いしましょう,そう当選しなかったって方はあのぜひオンデマで見守っててくださいじゃあみんなありがとうバイバイおやすみまた明日かしあさってかおやすみ